天の川銀河が近傍の矮小銀河と衝突し、星々が爆発的に生まれるスターバーストが起きた。我々の太陽系もその中の一つである。その内部では物質大循環が起こっていた。外縁部の物質は太陽に近づくにつれて水分が蒸発し、ドライなものとなった。こうして水分量の違う粒子の分布が生まれた。やがて双極流が停止することによって物質大循環が停止、粒子密度の高い場所が生まれる。そこでは引力による衝突が頻繁に起こり、徐々に大きな欠片に成長して微惑星となった。こうして生まれた微惑星は衝突を繰り返し、さらに大きな惑星に成長していったのだ。同じ公転軌道上にたくさんの惑星が生まれたため、原始地球は火星サイズの惑星と衝突を起こした。この衝突により月が生まれる。こうして月を従えた現在の地球が誕生した。ドライな原始地球にはまだ大気海洋はなかった。そこへスノーラインの外側からたくさんの微惑星や氷惑星が降り注いだ。これらの微惑星に含まれていた炭素、水素、酸素、窒素によっておよそ2億年をかけ、地球には大気と海洋が生まれることになる。しかし原始海洋は超酸性かつ高塩分で大量の重金属元素を含んでおり、生命にとっては猛毒の海であった。飛来した微惑星の中には直径1000キロメートルに達したものもあった。落下点の近くは衝突とともにプラズマ化し消失。表面はマグマに覆われた。クレーター中心部には玄武岩質の中央丘ができ、これがきっかけとなってマントルに上昇流を生み出す。冷えて固まったマグマ表層は大陸近くより薄い玄武岩質の地殻となった。これを海洋地殻という。巨大クレーター内部には水が流れ込み、やがて大きな海洋となった。その後も続いたマントル上昇流は海洋地殻に裂け目を作り、それが海嶺となった。
持ち上げられたプレートは自己重力によって横滑りを始め、プレートテクトニクスが開始された。密度の高い海洋地殻は大陸地殻の下へ沈み込みを始める。一方、風化侵食作用によって海に運ばれた堆積物は超酸性の海を中和させていく。そしてこれらの岩石や海嶺で析出した重金属はプレートとともにマントルの深部へ閉じ込められていった。こうして海は浄化されていったのだ。42億年前頃までに地球の中心部には液体の外殻ができた。そしてそこに発生した電流により強い磁場が生まれた。この磁場によって地表に降り注ぐ宇宙線が緩和され、生命誕生へとつながっていった。生命の始まりはまだ太陽の光が地上に十分に届かない頃、間欠泉の地下で始まった。ウラン鉱床がエネルギーを供給すると水と反応し、生命の材料となるさまざまな分子、生命構成単位が出来上がっていった。間欠泉内部は100度 C になると地上への噴出により水が入れ替わる。よって水は100度 C を超えることはなく、作られた分子は守られていた。また地下で還元、地上で酸化の場を提供したことも分子の合成には不可欠な条件だった。当時地球に近かった月の潮汐力は今よりもはるかに大きく、湖にも満ち引きを生み出し、間質サイクルを生じさせた。間質サイクルの場は生命構成単位を合成する大切な場である。脂肪酸は集まって生命を包む膜となる。ウエットとドライな状態が繰り返されることで重合反応が進み、触媒活性を持つタンパク質用原子物質が作られた。そしてこれらの分子が循環し混じり合うことによって、さらに複雑な分子へと発展した。生命を記述する分子、原子 RNA、 これがさらに酵素用原子物質と混じり合い、自己複製機能を持つ
リボザイムに進化する。こうして分子は生命の配列を複製する力を身につけた。そしてこれらが脂質の膜に取り込まれ、原始生命体が生まれた。これが全ての生命の出発点となった。海洋の誕生とともに始まったプレートテクトニクスによって、大陸は強力な構造侵食により削り取られ、マントルに沈み込んでいった。こうして生命を生んだ母なる大陸は、原初大陸の小片にしがみついて生きていた生命体を地表に残して、マントル深部に消えていった。しかし地球内部では新しいドラマが始まろうとしていた。沈み込んだ原初大陸がコアに向かって落下していった。大陸の岩石には放射性同位体元素が多く含まれていたため、自己発熱してコアの上部を溶かした。これによって42億年前頃に強い磁場が生まれ、表層環境を守る強固なバリアとなった。生命は有害な太陽風にさらされることがなくなったのだ。生命体にはエネルギーの供給と栄養源を含む物質循環が不可欠である。生命とはたゆみない電子の流れとも言えるのだ。地下で生まれた第一次生命体は、そのエネルギー供給源から離れてしまうと電子が流れなくなり死滅していった。生命体は突然変異を起こし、多種多様な生命体へと進化する。そして厳しい環境の変化に適合した種のみが生き残るのだ。生命はやがて太陽の光エネルギーを利用する第二次生命体に進化する。それは太陽が沈んだ後でも代謝を維持できるシステムを持っていた。日中に溜めた糖を周囲の共生体とやり取りすることで、夜の間も代謝を行えるようになった。生命はそのエネルギー源を地下の太陽である自然原子炉から地上の太陽へと切り替え、第二次生命体へと進化したのだ。この時の海水はまだ浄化が終わっておらず、その猛毒にさらされた生命体は死滅した。しかし、その厳しい環境を生き抜いた生命体があった。
有害な金属イオンが生体内に入らないようにすることによって猛毒に対応したのだ。そして外部共生していた生命体同士が融合し、徐々に複雑な生態システムに進化していった。現在の生命は20種類のアミノ酸しか利用していないが、これはその大量絶滅の中で選択された最終結果であったと考えられる。絶滅と進化は紙一重である。不安定だった RNA は自然原子炉がより安定した構造の形成を促し、電離放射線が作用して安定した DNA へと進化した。こうして第三次生命体である原核生物が誕生した。ここで誕生した第三次生命体こそが原始的な古細菌と新生細菌の先祖である。還元的な物質からできている生命体にとって遊離酸素は生命を破壊する猛毒である。初めての光合成生物は酸素を出さない嫌気性細菌として始まった。やがて原始生命体は猛毒である酸素を放出し、それに耐える仕組みを生み出す。これは酸素を使うことによってより大きなエネルギーが生み出せるからだ。こうして生まれたのがシアノバクテリアである。生み出された酸素は海中の二価鉄と反応し、磁鉄鉱を消失させて海は浄化されていく。しかしこの時の塩分濃度はまだ現在の5倍であった。地球がある程度冷却してくると、上部マントルと下部マントルの境界にたまった古いプレートの塊が崩落を始め、逆に下部マントルからは多数のマントルプルームが上昇する。これがマントルオーバーターンと呼ばれる対流である。マントルプルームは表層の一部を持ち上げ、玄武岩からなる小大陸を作る。シアノバクテリアには光が差し込む適度な浅瀬が必要であるが、マントルオーバーターンによる小大陸の出現がそれを助けた。そして生み出された大量の酸素が地球の大気を変えていったのだ。一方、海の中では酸化した酸化鉄が石鉄鉱として海底に蓄積していき、島上鉄鉱床が生まれた。その厚さは25億年前頃までに数キロメートルに達した。その結果、海中の鉄イオンが急激に減少し、海の色は現在に近い青色に近づいた。
こうして生物は自ら地球表層環境を変え始め、文明を生み出す地球生命へと突き進む。それは生物と地球の本格的な共振化の第一歩であった。天の川銀河と矮小銀河との衝突によって星間ガスが圧縮され、爆発的な星形成が起きた。作られた星の中でも特に大きな星は数千万年のうちに次々と超新星爆発を起こし、太陽系を大量の宇宙線が襲った。ヘリオスフィアが縮退すると地球にも大量の宇宙線が降り注いだ。宇宙船は雲核生成作用を起こし、地球は雲で覆われた。その結果、太陽のエネルギーは十分地表に届かなくなり、全球凍結が起こる。そして地表に到達した宇宙船や全球凍結が大量絶滅を引き起こした。しかし氷の下にはこの環境に耐えた生命がわずかに存在していた。それはまるで地球が氷のベールで生命を守ったかのようだ。地球は太陽を駆動力とした大規模物質循環を作り、生命を守るバイオスフィアによって包まれている。地球環境は宇宙と深く結びつき、全体が一つのシステムとして機能しているのだ。全球凍結による大量絶滅を生き残った原核生物たちは、内部共生をさらに拡大し巨大化していった。酸素を消費する生命体であるミトコンドリアや、酸素発生装置である葉緑体を膜内に取り込み、酸素によるより大きなエネルギーを使えるようになった。こうして共生したミトコンドリアの数は数千個を超えた。また水中の高い酸素濃度から DNA を守るため、それを包む角膜が生まれた。DNA は巨大化し、より多くの生命の配列を保持できるようになった。その結果、より複雑で多様な生命体を生み出すことができるようになったのだ。こうして真核生物が誕生した。その大きさは原核生物の実に100万倍に及んだ。大量絶滅の危機にさらされるたびに繰り返されてきた生命の大進化。自然界は放置しておけば秩序から無秩序へと向かうが、しかしそれとは逆に、より整然と複雑化していく生命の姿はエントロピーの法則に逆らっているかのように見える。
プレートテクトニクスによって邦画的小大陸が融合し合い、超大陸ヌナが出現。陸地面積が増大した。これに伴い増加した陸上の湖水環境ではシアノバクテリアが繁殖、そして河川周辺や湿地帯あるいは汽水域へとその生息範囲を広げていった。シアノバクテリアは光合成によって酸素を生む。しかしその酸素は死滅したシアノバクテリアを酸化するために消費されるので、結果的に酸素の増加率はわずかとなる。一方陸上では死滅したシアノバクテリアは風化侵食作用により地中に閉じ込められるので、酸化が起こらず酸素濃度を大きく増やす要因となった。陸地は海洋よりも多くの酸素を生み出したのだ。大陸面積の増大はこうして大気中酸素濃度の飛躍的な増加へとつながっていったのである。やがて超大陸ヌナは分裂していく。その小大陸が赤道付近に集合し、小大陸ロディニアが生まれる。集まった海洋プレートは大陸プレートの下に潜り込んでいき、スラブとなってコアへと落ち込んでいく。周囲に比べ温度の低いスラブはコアの中に流れている電流に変化を起こした。これによって双極子磁場が四重極磁場となり、地球磁場は弱まっていった。天の川銀河は再び矮小銀河と衝突しスターバーストを起こす。こうして生まれた星はやがて超新星爆発を起こし、地球に大量の放射線を注いだ。磁場が弱まっていた地球はこの影響を強く受け、雲が形成された結果再び地表は氷に覆われていった。次々に起こる超新星爆発によって地球は短い極寒期と長い極暑期が繰り返し起こる激しい気象変動に巻き込まれた。極寒期には太古代レベルにまで酸素濃度が下がり、生物の大量絶滅が起きた。しかしこの大量絶滅によってそれまでとは違う新しい生物が生まれる機会を作ったことになる。繰り返す宇宙線の飛来と酸素濃度の激しい変動は遺伝子変異を引き起こし、新種誕生を促して生物の進化を加速させる原因となった。やがてスターバーストが終わり、地球磁場が双極子磁場に戻ると、活発な光合成活動が復活し元の酸素濃度に戻った。一方地球内部ではその温度が徐々に低下してきていた。内部温度が十分高い時代には海洋プレートの海水成分は放出され、水分は地表近くを循環するだけで海水準は一定に保たれていた。しかし上部マントルの温度が低下し650度を下回るようになると、岩水鉱物が上部マントルの内部に持ち込まれるようになっていった。そして海水は風呂の栓を抜いたように地球内部へと落ち込んでいく。これは冷却し続ける惑星の必然的現象で、水漏れ地球と呼ばれている。その結果全海水の 3% 程度がなくなり、海水準が600メートル下がった。すると陸地面積が増加し、
太陽光がそこまで届く大陸棚の面積も増加した。ここが地球生命を育む大きな温床となっていったのである。巨大な河川が多く生まれ、栄養分を大陸棚に供給、酸素濃度を増大させる働きがますます大きくなっていった。この強大な作用がやがて起こる爆発的な生物の進化を促していったのである。繰り返される気候変動に耐えるため、生命は新たな進化のステージに入る。原核生物や真核生物が集まった多生物共生体への進化である。互いの欠点を補い全体として生きるこの生命の戦略は、生物の可能性を大きく広げることになった。生物のサイズは100万倍となり、原核生物に比べれば実に1兆倍の巨大化を果たしたことになる。この進化は生命の発展にとって非常に大きな意味を持つものである。再び小規模な氷河期が訪れ、大量絶滅が起こる。しかしこの氷河期が過ぎ、温暖期が訪れると、リンを中心とした栄養塩の海洋中への供給量が増加したことにより、エディアから動植物群が一斉に出現する。この生物はこの時代を代表するもので、体長は1メートルを超えていた。まだ殻や骨格がなく、重組織だけでできた軟体性の生物であった。超大陸ロディニアの分裂に伴う暖かい旋回に生息していたと考えられる。大陸からの栄養塩供給や酸素濃度はさらに増していった。海洋中では二価鉄の量が増加、それらが酸化して島状鉄鉱床が再び堆積していった。その結果、リンやカルシウムの濃度が増え、それを利用した高骨格生物が生まれる。この生物は硬い外骨格に覆われ、他の生物から身を守る鎧としてカルシウムを使った。生物は生き残るために与えられた材料を使って進化していく。地球の環境が生命の形態を変えていくのである。地球環境は再び激変期を迎え、数千万年の間に極寒期と極暑期が繰り返し何回も訪れた。これによりエディアから動植物群は絶滅する。しかし新たな生命進化が始まろうとしていた。生命の進化において地球内部からの放射線も重要な役割を果たす。大陸が分裂する場では放射性元素に富んだマグマが噴出する。この放射線は新種誕生を促し、生命系統樹に大きな分岐を作る。このような進化を茎進化という。
生物は分裂した小大陸上で孤立進化していった。分裂した小大陸が再び衝突を起こし融合していくと、大陸衝突の場では生物の交雑が起こった。その新しい組み合わせによって、さまざまなバリエーションの生物が生まれる。これを冠進化という。大陸衝突によって表層環境は多様化し、閉鎖的な海も形成され、そこに大量の栄養塩や硝酸が運ばれて、カンブリア紀生物の爆発的進化を起こした。この爆発的進化は35の門を生み、現在の生物の種の大元を作った。生命進化には3つのパターンがある。それまで繁栄していた生物を一掃する大量絶滅、大陸の分裂に伴う遺伝子変異を促す茎進化、大陸の衝突によって多様性を生み出す冠進化。生命進化は宇宙と結びついた地球環境の変化や大陸の離合集散と密接に結びついているのだ。もともと現在の5倍以上もの塩分濃度だった海水は、6億年ほど前から徐々にその濃度が下がってきていた。それは巨大な陸地の出現や水漏れ地球による海水準の低下などにより、海水中の塩分が岩塩として大陸に取り込まれた結果である。また一時的に海水準が高くなっても堆積物が蓋になり、塩分が海に溶け出すことはなかった。海水の塩分濃度が下がったことにより、生物が汽水域だけでなく大海洋に進出する環境の準備が整っていった。また酸素濃度の上昇によって大気上層部にオゾン層が形成される。これによって紫外線がカットされ、陸上は生物の生息場として整えられていった。深海で繁栄した藻類は真っ先に陸地に進出し、厳しい環境にさらされた。それによって動物よりも先に進化を遂げることになる。その後昆虫も現れ、植物と共進化を起こした。カンブリア紀に生まれた脊椎動物が進化し、この時代に魚類が誕生した。これが我々脊椎動物の共通祖先である。魚類は進化を続け、両生類の祖先となるイクチオステガを生み出す。この頃の酸素濃度は、大繁栄した植物が作り出す酸素によって現在に比べ 1.5 倍も高い状態だった。これらの植物は後に石灰に堆積して石炭となり、産業革命以降の人類の躍進に大きな貢献をしたのである。
そしていよいよ肺の機能を獲得した脊椎動物が陸上に進出。この両生類から爬虫類や恐竜、そして哺乳類が生まれ、それが人類にまで進化していくのだ。彼はまだそのことを知らない。太陽系は暗黒星雲と衝突、その内部を通過した結果、大量の宇宙線が地球に降り注いだ。これによって地球は極寒期に入った。はじめに植物が大打撃を受け、酸素濃度が低下。その結果、地球表層は太古代の頃の天気的な環境へ戻り、両生類、爬虫類、昆虫の過半数が絶滅した。順調に進化を続けるかに見えた生き物は、再び大きな試練を受けることになったのである。貧酸素の地下環境でしか生きられなかった剣気的微生物は、再び陸上や海洋中に戻り、生息の場を拡大するとともに、再び増加する酸素濃度下で大進化を始めた。こうして地球生物の主役を交代させ、次の時代を作る準備が進んでいった。人類へと続く新しい生物の誕生が目前に迫っていた。急速に温暖化が進んだパンゲア大陸では、生物が哺乳類と爬虫類とに分かれ、再び進化を始める。多種多様に進化していく爬虫類に対し、哺乳類はネズミ程度の大きさの夜行性動物であり、まだ日陰の存在だった。一方の爬虫類は恐竜へと変化していき、いよいよその黄金時代を迎えようとしていた。その優位な体育を生かし、生存競争をリードしていったのだ。ハイアールマグマにより突然変異が起こり、生物は大陸の分裂とともに茎進化を起こす。恐竜が地球生態系の頂点に君臨する時代の到来である。分裂したパンゲアの北側部分が再度融合。ここでは冠進化が起こった。大陸の離合集散により、生物は進化して多種多様な種を生み出し、そして全ての大陸へと広がっていった。
こうして恐竜の繁栄する時代が訪れるのである。一方、植物ではより進んだ繁殖システムを持つ被子植物が誕生する。被子植物は動物の力を借りて受粉することにより生息領域を広げた。裸子植物は徐々に生息領域を奪われていったのである。人類につながる霊長類の誕生はゴンドワナ大陸のリフト帯で起こった。ネズミやウサギなどの齧歯類から茎進化によって新しい種が生まれたのだ。ゴンドワナ大陸はさらに南米大陸とアフリカ大陸に分離。南米大陸に渡った霊長類の祖先はそこで孤立進化し、新世界ザルとなる。一方のアフリカ大陸では旧世界ザルへと変化。南極大陸から分離したインド大陸ではロリスに変化した。こうして大陸の離散によってそれぞれ独自の進化を遂げ、さまざまな霊長類の種が分岐していった。大規模なプルームが太平洋プレートを押し上げ、海水準が上昇。それによって全ての大陸の低地が旋回となり、陸地面積が減少した。陸地が分断されたことによってそれぞれの環境に適応した形態的進化を促すことになる。宇宙空間で起こる事象により地球環境は激変してきた。そして再び太陽系は暗黒星雲と衝突。地球は雲に覆われた。その結果、寒冷化が進み、生態系は大きな打撃を受けた。そして現在のユカタン半島の場所に直径約10キロメートルの巨大隕石が衝突。これが最終的に恐竜を絶滅させたのだ。こうして繰り返される大量絶滅は宇宙と私たちが深いつながりを持っていることを再三伝えている。それは寒冷化や大量絶滅を引き起こすだけではない。宇宙線は生命を形作る DNA にも直接作用し、突然変異を引き起こすことによって進化を促す。私たち地球上の生命はあらゆるスケールで宇宙とつながっているのだ。こうして栄華を誇った恐竜は絶滅した。アフリカのリフトバレーでは爆発的な火山活動が起こり、放射性元素に富んだマグマが噴出。
これにより旧世界ザルから新種が誕生した。これが人類の遠い祖先だと考えられている。地球が誕生してから約45億年、幾度も訪れた大きな環境変動、数えきれないほどの生と死の繰り返し、そしてようやく人は産声を上げた。人類代の始まりである。人と他の霊長類を分けたのはハルと呼ばれる DNA の中の遺伝子領域だ。これによって人は脳を巨大化させて言語能力を手に入れ、思考、意識、記憶、創造性などを得得していった。脳の容積は3回にわたって不連続に巨大化しているのがわかる。そのタイミングで大規模な噴火が起こっていることから、これがハイアールマグマによる茎進化の結果であることを示している。約120万年前から断続的に人は他の地域へ進出。特に約20万年前に脱アフリカに成功した人類をミトコンドリアイブと呼ぶ。ミトコンドリアイブは1万5千年前には北米や中米に向かい、1万年前には南米大陸の南端まで達し、全世界に広がっていた。そして人類文明の画期的な進歩が始まる。人類は農業と牧畜を発明したことにより、安定した食料供給が実現。人口の爆発的増加を促した。さまざまな職業文化が起き、生産物の持ち主が物々交換を始めた。これを効率よく行うために都市が出現する。貨幣や経済、さらに法律、裁判、警察などの機構を備えた小国家が出現。こうして農業生産性に最も恵まれた巨大河川に四大文明が生まれた。それぞれの文明の間で抗争が繰り返し起こり、その領土は変遷を繰り返した。これを回避するために世襲制の王族支配から宗教が人々を支配するようになる。やがて国民はリーダーを選挙で選ぶようになり、近代民主主義国家が生まれる。自由平等で基本的人権が保障された社会形態が生まれることとなった。ニュートンの著書「プリンキピア」からイギリスを中心に産業革命が始まった。科学に基づいて構築応用された技術が人間社会に革命的な変化をもたらした。蒸気機関車の発明によって鉄道による物資輸送が行われるようになる。車や飛行機が発明され、人は大きな距離を簡単に移動できるようになった。人類社会は空前の豊かな時代に突入したのだ。しかし
絶え間ない戦争が起こる。人が科学により得得した知見は、時に取り返しのつかない惨劇を起こした。コンピューターの発明による情報革命は、アポロ計画に象徴される人類の宇宙への進出を可能にした。そしてインターネットによって、世界が一瞬にしてつながる新時代を切り開いたのだ。戦争による過去の悔恨の念から、世界統一国家の誕生が具体性を帯びる時代となった。1993年、最も高い頻度で戦争が繰り返し行われたヨーロッパで、連合国家 EU が誕生。他の地域でも連合国家が生まれ、世界統一国家へと向かいつつある。全地球史アトラスの映像の中で、この人類大の章はとても短い。しかしそれが地球史に占める我々の歩みなのだ。人類は形態学的には動物の中の一種族に過ぎない。しかし他の生き物とは質的に異なる意識を持った生物である。その私たちが作る未来には何が待っているのだろうか。人間社会が利用している化石燃料は、数十億年という地球の歴史の中で蓄えられたものである。私たちはそれを今猛烈な勢いで消費しつつある。化石燃料は2020年を境に急激に減少、2100年頃までに枯渇すると予測されていた。しかしシェールガス革命により100年は先延ばしされるだろう。一方、医学の充実と栄養価の高い食料の摂取により、世界人口は爆発的に増加。それによって2020年頃から深刻な食料不足となり、30億人難民時代が始まる。2050年の100億人をピークに、2100年までに50億人にまで減少すると予測されている。2050年までの時代は、急増する人口とともに深刻な環境汚染を引き起こし、地球規模のさまざまな課題が不安を増大させる時代となるだろう。その先の人類の未来には何が起こるのだろうか。科学の世界では超革新的な技術が加速度的に発展していく。月面に宇宙基地が作られ、人類は太陽系小惑星に進出する準備を進める。 AI ロボットが人類の活動を補佐する形で宇宙探査に関与。いずれ自己複製可能なロボットが出現し、人間の限界を超えて進化する。それらの人工生命体がやがて銀河へと進出していく。さらに異次元世界への移動を可能にする技術が生まれ、時空を超えた世界の認識が可能になるに違いない。そして生物としての人類の役割は終焉を迎えることになるだろう。
人類代の終わりである。それは生命進化の戦略として必然の結果なのかもしれない。なぜなら地球の未来には今まで以上の大変動が待っているからだ。アジアを中心に全ての大陸が集まり、超大陸アメージアが形成される。植物は大気中の CO2 を消費し、自らの体に炭素を取り込む。そしてその炭素とともに地中に埋没するので、大気中の CO2 を減少させる働きを持つ。超大陸アメージアの出現により大陸の面積が増大した結果、より多くの植物が大気中の CO2 を地中に埋没させるようになり、CO2 は現在の10分の1に減少する。これによって二酸化炭素を非常に多く必要とする C4 植物の崩壊が始まる。そしてそれらを食料としている生物にも影響が及んでいく。6億年前から海水はマントル内に取り込まれ減少を続けてきた。これによって海嶺が海上に姿を現す。すると潤滑剤である水分が取り込めなくなり、プレートテクトニクスが停止する。これは冷却する惑星の必然的現象である。沈み込み帯では火山活動が停止、隆起しなくなった大地は侵食作用によって激しい環境変化を受ける。そして低温のプレートが核に落下しなくなり、外核の冷却力が低下して地球磁場が消滅する。大気は太陽風に剥ぎ取られ、海洋成分は宇宙へ散逸していく。この時点で地表に生息する大型多細胞生物は絶滅する。海洋中にわずかに生き残った生物もやがて海洋が消失すると全て死滅。こうして地球生命は全滅する。太陽表層の加熱がこれに拍車をかけ、地球は現在の金星のように表面温度が500度 C に達するようになる。アンドロメダ銀河が我々天の川銀河に衝突。この衝突によって恒星誕生の頻度が上昇し、それらがやがて超新星爆発を起こすことによって、地球には強力な宇宙線が大量に降り注ぐことになる。膨張する太陽に地球が飲み込まれる。私たち生命を育んだ地球が宇宙から消える日である。しかしここで生まれた生命は形を変え、すでに他の銀河にまで進出していることだろう。